おはようございますザリガニ親父のワンポイントコミュニケーションアワーです。今日は9月は26日土曜日お休みですね。今日も朝は雨なので早朝連行対極勤に出るのはやめてヨガをやりました30分。私はヨガとと空手と 連行体育拳そしてスポーツクラブ、空手道場、いろいろなところ行ってますが、体を鍛えるというか、体を喜ばせるということですねえ。辛い時期もありましたが、こう長年、30年、50年とやってますと、体が求めるんですね。楽しいんです。続けるということの重要さでしょうね。ブログは15年。 YouTube は5年毎日発信してますが、この昨日ですね、初めて YouTube を発信できませんでした。これはなんか YouTube の会社のですね、機械的な問題だと思います。もう仕込んであるんで、今日の発信と同時に4本発信しようと思いますが、こんなことをやってですね、 何の努力かと思う時もありますがこの2日続けてシリーズでお話してきましたように私たちこの人生登場でですねあれもやりこれもやりすぐ三日坊主になるんじゃなくてですね10年20年30年40年50年とやめずに続けることのミラクルについてお話ししています。今日もですね 続けることの大切さを。お伝えする3回目のシリーズになると思います。確かにえユーチューバーとしてですね。発信してますが、視聴してくださる方の人数とかは全然一気に増えたりしません。ただ、吉本さんという尊敬する人とかですね。井田さんという尊敬する。 友人は必ず毎日見てくださってますから、そのような心の友人がいる、心から尊敬する人がいるということでですね、私はそれを頼りに、これからも毎日続けていこうと思います。続けることの大切さ、続けることのミラクルをお話ししました。